はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ノープレイスライクホームの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ドリルなどを入手して、こう行動範囲が、さらに広がったんですけども、実はですね、これもう一回初めから一からやり直しました。前回の、プラントフィールドですね、あれの置き方がちょっとずれてしまって、それの直し方がわからなくてですね、どうしてもそれが許せなかったんで、また一から、やり直した感じですね。で、進み具合としては大体同じぐらいなんですけども、ちょっと違うのが、このロボットがですね、こっちのエリアにいたんですよね。ここら辺に。で、ロボットたちを助け出して、その専用のこのロボットの家というか、ここ建ててあげたら、たまにこうアイテムを持ってきてくれる、感じでしたね。で、あと違うのは、キッチンですね。キッチンが、さらにいいキッチンが、いいキッチンを建てた感じですね。それぐらいですかね、違うところは。あとチェストもう一個作って、で、これがポテトの種ですね、持ってきてくれる鳥小屋で、こっちがトマト。うん。よし、では引き続きやっていきましょう。初めてこれ取りますね。よし。ここはトマト。で、こっちがパンプキン。あ、ないかな。パンプキンの種が、ない。よし。で、水やりして。預けよう。よし。で、さらに面積を広げて、これ失敗しないようにしないと。よし。
で、料理作って、よし。では、引き続きこっち側ですね。こっち側を掃除していって。いける。これはプライスディスボックス、何か一個で一枠使う。一個で一枠はちょっとあれだな、圧迫しますね。待て、アザイスを倒さないとダメか。チェスト買わないと持たないな。
これお店の裏の方ですね。Today. おお、卵。まずは、あ、アイテムいっぱいだ。これチェストまた買ってこないと。見えない。よし。待てよ。あ、こっちはもういっぱいだ。75。ポテトが欲しい。これこのニワトリ水で、ロボットたちが、リサイクルマテリアルを持ってきてる。でこれもニワトリと同じような感じで、これは撫でてほしいって言ってますね。とりあえずちょっとチェスを買ってこよう。まずはチェスト。これなんだろう。アイテムの空き跡一つ。あ、パンプキンバードのこれも欲しいですよね。あー、どうしよう。あ、で、これがロボットのやつですね。ロボットの家。マヨハウス。あー、どうしよう。まずこれかな。キャットハウス、猫か。猫だ。
これで空きは？あ、まだ1個ある。じゃあ、マヨハウス。よし。じゃあ猫のお家をこの辺に、犬小屋の隣に、よし、でマヨハウス、ちっちゃいんだったらどうしようかな。この辺に、卵5個。あー、卵ない。で、あとチェストか。よし。まずこの一つで一幕使うこの謎の木材。で、あとは。しようかな。で、これもしまって。これでちょっと空きはでき、もう一個あってもいいですね、チェスト。ニワトリたちが並んでるけど、ポテト、あ、これは、あ、そうだ、これは水が欲しかったんだ。種がない。あ、これバード、これ結構立てていいかもしれないですね。あ、これにやってない。じゃあある種適当に、右側はじゃがいもとか決めたかったんですけどね。
あ、もう出来上がってる。あ、ゴミがない。あ、ゴミ取り出して。作れるんじゃないかな、これもしかして。あー、じゃがいもがない。同じような感じ。ランダムで何かを持ってきてくれるんだ。で卵3個入れて、おお、なんか、あれ、じゃがいも持ってきてくれてるかな、もしかして。おー、ありがたい。じゃがいも10個。滝に入らないように。
見えない。いっぱいできた。いやー、ここを全部きれいにするってなるとアイテムが捨てていいのかどうかですよね。狙われてる。なんかドリルが自動的に出るようになったな。なんでだ。アイテムいっぱいだ。どうしよう。これこんなにいるのかな。そうですね、ちょっと使い道わかんないの捨てちゃって、
で、種拾って、いやー結構大変になってきたな。マヨネーズ、あ、マヨネーズできてる猫寝てる。マヨネーズ使っちゃった、あ、今使っちゃったんだ。せっかく作ったのにこの料理に使ってしまったんだ。今キャンセルとかできないよね。あー、もったいない。残しとくんだったな。うん、マヨネーズ、マヨネーズとパンプキンは残しておかないとダメですね。お、レベル2ダメージアップ。とりあえず覚えていって、お、弾がさらに最大チャップ、 HP、 アーリーバード、あ、本がない。本取り出せば OK かな。本取り出して、
よし、これで。この辺はパンプキンだ。チェスト、もう一個。この辺何なんですかね。ちょっと買ってみようかな。盆栽とかある。盆栽。あ、盆栽って何？世界共通語なんだ、盆栽って。あ、これ家の中に飾るようなやつかな、もしかしたら。待て、買いすぎ。大丈夫か。うわ、なんか、いろいろ買ったけど家の中飾ろっかな。じゃあ、3番。あ、すごい、バスタブをなんかうまいこと利用して、あ、これ外にあった方がいいかな。これは4番は？ああ。5番。あ、これは家の中に。7番。ちっちゃ。盆栽も外かな。家の中あっても面白いかもしれない。よし。あ、ダーツ。ダーツじゃないこれ。あきゃ。じゃあこっちにしよう。よし。これなんだろう。6番。なんかドラゴンの像みたいな。これは外かな。これなんだろう。でかっ。なんだ。
何これ。あ、浴槽か。じゃあここに、丸見えだけど、あとは、あー、でっか、これはなんだろう。あー、ベンチか。この辺は外なのかな。あ、家の中にいても面白いとは面白いですけどね。この辺に盆栽とかを、あ、うん、はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。